アメリカに EV 用電池工場を新設します。ホンダは韓国の電池大手 LG エナジーソリューションとアメリカで合弁会社を設立し、EV 電気自動車用のリチウムイオン電池を生産すると発表しました。両社合わせて日本円でおよそ6100億円を投資して生産工場を建設し、2025年中に量産を開始する予定です。北米の EV 市場で安定的に電池を現地調達できる体制を整備します。